皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日は、ブックマークで見つけたスピランコースをいくつかやっていきたいと思います。最初、スピラン太郎さん、名前からしてそのままですけど、愉快で簡単なスピードラン30秒、こちらをやっていきます。よいしょ、今すぐ遊ぶ。これなかなか反応が鈍いんですけど、自分のが遅いだけかな。あ、ちなみに難易度は難しいから選んでます。よし、あ、いきなり詰まっちゃった。大丈夫かな、心配ですよ。あ、まあこういうのは最初で詰まっちゃうとあのリズムよくいかないんでね。よいしょよいしょ、ほっ、オッケー。なんかうるさいな、スピランこういうの多いけど。1、2、3、よし、ここは強制的に小さくなって賑やかな音で走っていきます。1、2、3、しまった、届かない。オッケー、あー、オッケー、オッケーしか言ってない。なんかもっと、え、タイムアップ、さっきのところでミスった分かな。1、2、3、オッケー、もうなんかオッケーしか言わないスタイルで行ってみようかな。あ、なんでわざわざキノコを受けてるんですかね、バカなのかな。パウパウジャンプ、オッケー。ここ意外とクリボーに当たっちゃいやすいんで注意が必要ですね。1、2、3で小さくなって駆け抜けていきます。この先の三段ジャンプさっきミスしてるんで、今度はミスらないようにしないと。はい、完璧、これでゴールできるでしょう。スタートって弾かれてあと5秒。2、1、はい、楽勝ですね。まだ難易度難しいだったらこんなもんなんですかね。でも最初のパウでつまらなければ割とあとはテンポよく気持ちよくいけるんじゃないですかね。スピラン太郎さん、愉快で簡単なスピードランクリアしました。ありがとうございました。お待たせしました、今度なんかすごそうなスピラン見つけましたよ。ノージャンプスピードラン、ジャンプ不使用60秒スピードラン。 K さん、え、昨日遊んだ方かな、違うかな、同じ方だったら偶然なんですけど、こちらのコースでまたやっていきます。ジャンプを使わないスピードランなんて今まで見たことないですよ。ちょっと楽しみですよね、これ。あ、バブルが追いかけてきて、というかこれすごいな、この時点でもすごいな。基本的にはおお、すげえ気持ちいい、なにこれ、超楽しいんですけど。こんなのもあるんですね、すごいな。僕もスピランのコース結構作ってるんですけど、これは本当にすごいしか言えないな。あ、あ、こっちか。オッケー。ちょっとミスっちゃったけど、時間大丈夫かな。右押しっぱなしでいいのかな。ちょっとこのバネで弾かれてるとき、ボタン操作どうすればいいのかが、さっきよくわからなくなっちゃいました。土管お邪魔します。残り19秒。20秒なきゃダメなんじゃないかな。いいのかな。おー、なんだこれ。すげえ。気持ちいいこれ。オッケー。なんだ、お、メットとバネに押されて残り2秒。間に合うのかこれ。あー、間に合わなかった。オッケー。そうですよね、これクリア率結構低かったですかね。これ矢印の通りに入力するの意外と難しいですよ。気持ちいいけど、楽しいけど難しい、こういうコースを待っていた。でもこのスピランコース本当に新しいですね。スピランって言ってやっぱりスピンジャンプを使ったり三段ジャンプ使ったりするのが多いじゃないですか。そういうのがスピランだと思いがちだけど、これもやっぱりスピランですもんね、立派にね。
ここはずっと右押しっぱなしでいいんだと思います。旅館お邪魔します。20秒あとさっきより1秒早い。でもあれ1秒で間に合わないでしょ。え、間に合う？これ走っちゃえば、じゃない、ジャンプしちゃえば間に合うと思うけど、7、6、5、4、3、2、これ無理じゃない？あー、ギリギリセーフじゃなくてアウト。なんでセーフって、いや、俺の願望がセーフにしてくれと言っている。でもあとちょっとだったから多分次でクリアできるでしょう。これでできなかったらどうしよう。よし、これジャンプしちゃダメだよね。ダメですよね。動画にしてるからバレちゃいますもんね。ズルはできない。まあ私ズル嫌いですけどね。ズルなんかしたことありませんよ。なんだっけ、モフさんのコースですごい難しいボム兵のコースがあったんですけど、あれ私何にもインチキなんかしてませんよ。そうですよ、バネ持っていけるようになってたんだから、あれはちゃんと利用して使わないとね。使えるものは使って進んでいきます。これ多分ダメですね。やり直し。今のところ難しいな。しょ、あ、そうそう、モフさんのコース、危険物取り扱い注意っていうコースですね。僕がクリアした時よりも今は難易度上がっているはずです。ズルができないように修正されてしまいました。皆様ごめんなさい、私のせいです。8時間かかってクリアしたんですけどね、今はもっと難しくなっちゃってるっていうことなんで、私はもうあれはやりません。今は青狩りに夢中です。あ、ファイアースネークっていうコースも新しく作っているみたいなんで、それも今度クリアできるように頑張りますけれど、もう8時間はちょっといいかな。ここまで順調に来られてますね。ここ、ここ、OK。さっきまでここで何回も詰まっちゃってたんですけど、今回はうまく進んでこられましたよ。これ残り3秒でいけるんじゃない？オッケー。右左右左右左、オッケー。残り1秒ギリギリ。いやーこれ楽しい。このコースおすすめですよ。ぜひ皆さんにもやってもらいたい。自分で作るときの参考になりますね。ちょっとベストタイムはこれは厳しいかなと思いますけれど、いやー面白かった。ちょっとこの方お気に入りに登録しておこうかな。じゃあ今日はこの辺で終わります。またぜひご覧いただけたら嬉しいです。次回はあなたのコースにくるくるクール。